これアーカイブ残る？それはね、神の味噌汁。気分。バイノーラルはな、ほんとに。もうエッチなことしちゃったらすぐアーカイブ消すから。このまま雑談だけで終わればアーカイブは残る。いや、エッチなことする世界線。わかんない。僕はもう急に脱ぎ出すかもしれん。ごめん。もう急に、あ、なんかちょっと、暑いわ。バスみたいななるかもしれん。もしかしたら。そしたらもう上がる。ピャン。いった。ごめん、その時は。食撃の相馬だってご飯が美味しかったら脱ぐでしょ。それと一緒よ。エアコンを消さないか。その場合エアコン消したら脱ぐかもしれなくない？でも。熱いパス！赤いピャーン。いいの？いいんか。それで。そうやろ？キャスの消えてるアーカイブは脱いだ。わかんない。もう実は全員上半身。全員ってなんか迷惑かかるな。実はもう話した時僕上半身裸説ある、それは。もしかしたら。あ、だからアーカイブ残せねえ。ごめん。昔の消えたアーカイブもなんか、何？もう気づいたら上半身裸になってたのかもしれない。ライバーさんって何でした？履いてないの？いや、履いてるが。ズボンもパンツもしっかりと。僕がもうズボン脱ぐのもベッドの上だけよ。ああ、もう赤目残んねえわ。はい。もう赤目残んなくなっちゃった。あ、リスナーのせいだ。ああ。僕は赤目残したかったのにな。やってもうたね。風呂とトイレでは履いてるよ。そうだよ。風呂とトイレでも脱がない。ズボンとパンツにも穴が開いてあってね。もうそこからよ。そこからす。全部穴開いてるから。お尻とかも、お尻開いてるから、このズボン。丸く、綺麗に、こう、便器と同じサイズです。大丈夫だ。風呂は無理。いや、もう風呂防水。これ防水なんだよ、しかも。防水だから風呂もいける。どうやったら、この外側から水が当たると、中にこう、水センサーが自動で洗浄してくれる、ズボンの中を。